ジェイコブ・サウスウィックはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州トレード出身。学生時代にはレスリングにおいて活躍し、アッシュランド大学在籍時には NCWA が選出するオールアメリカンのメンバーに2度選出された。大学卒業後、地元であるオハイオ州を拠点とするアスワが主催するトレーニングセンターにてプロレスラーになるためトレーニングを開始。 ジェイク・サウスのリングネームで活動するようになり、モーを中心に、オハイオ州のインディー団体に参戦。モーでは参戦当初から、団体認定の、各王座に挑戦する待遇を受けるも、なかなかベルトをダッシュする機会に恵まれなかったが、2011年9月10日に、サイラスポートタッグを組んで、ミッド・オハイオタッグ王座を獲得した。NXT2012 年9月19日。 WWE とディベロップメント契約を交わして入団。参加団体である NXT にて、ソーヤー・フルトンのリングネームで活動を開始。11月30日、NXT ライブにて8人タッグマッチでデビューを果たした。2013年5月29日の NXT にて、初出場するも、ワイアットファミリーに乾杯した。2014年4月17日、 バロン・カービンとタッグを組んで、ジェイソン・ジョーダンタイ・デリンジャーと対戦。対角差を生かして、力の差を見せていたもののコンビネーションによる連携義を喰らい敗戦した。11月、エリートアマチュアレスラーユニットである、シュートネーションの一員として発表され、ギミックを変更することになる。アンジェロ・ドーキンスとのタッグで、NXT ライブで活動するが2015年5月14日。 シュートネーションは解散となった。2016年3月4日、アレクサンダー・ウルフと組んで、ハイプ・ブローズと対戦するが敗戦。この試合をきっかけに、ウルフとタッグを結成して、活動を開始。10月12日、NXT のダスティローデスタックトーナメント、クラシックにて、エリック・ヤングとニッキー・クロスを加えた、ヒールユニット、サニティとして登場。 ボビー・ルードタイ・デリンジャーと対戦。デリンジャーを一方的に攻め、ルードは敵前逃亡。最後に、デリンジャーに合体儀を決めて勝利した。11月、肩を負傷したことにより離脱。12月7日、NXT にて登場しなかったが、ヤングから自身が着用していたジャケットを踏みつけられ、サニティからの追放を案に示された。2017年5月6日、 NXT ライブにて復帰。ブレナン・ウィリアムズと対戦して勝利した。11月3日、WWE から解雇となった。2019年3月22日に、インパクトレスリングにデビューし、リッチスワンを攻撃、サミキャラハン率いるユニットオーベイに加入した。ありがとうございます。